はい、もうすぐ77歳。最近ネットで調べ物をするようになりましたがよっていうあれに、タイトルじゃないけど最初に入れるようにしましたけど、結局ねあれですよ、いろいろほら鹿児島ドライブとかオムニバスドライブアーカイブドライブっていうけど、結局のところですねあれですもんね、私が喋るわけだから、まあ一番のところはもう後期高齢者だということを前面に出した方がいいなって最近気づいてですね、そうしてるんですけど、いや本当調べるようになりましたよ。最初はあれですよ、リスナーさんからこういろいろ教えていただくでしょう、ちょこっとしたことを、昔この辺りに何々がありましたよとかいう時なんかもね、そこあたりをこう調べたりするんです。それとか歴史的なこととかですね、食べ物とか果物とかそういうのがちょこっと出てきた時なんかこう調べてたの最初ね、ちょこ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 、そしたらねもう知らないことばっかしなんです。いや本当本当知らない、鹿児島のこともですよ、世界的なことももちろんそうですけども、そしてですねそうやっているうちに、まあ20年ぐらい前とか30年ぐらい前の話がちょこっと話っていうか、コメントでね、いやコメントでいただいてもですね、私は会話としていただいてるんですよ。はい、だから声は聞こえないけど頭の中ではですね、いわゆる声に変換はされないけど声として聞いてる、わかりますでしょ、そういう感じなんですよ。ほんで、例えば何か出てこないけ、ここあたりはあれですね、あ、例えばあれですよ、ここあたりは昔は左側に田んぼがありましたよみたいなことを言われるじゃないですか。そうするとこのあたりをですね Google で調べてみるんです、上からですね写真で。そうするとこれの、まあ、左ここではないかもしれない、あここにありましたね、なんか田んぼがね、田んぼか畑か、ああいうのがですねあったりするんですよ。そしたら、あ、そうか、今でも、農業されてる方もいらっしゃるんだなとか、うてほら今左上にちょっと2階3階建てぐらいののがあるじゃないですか、ああいうのをですねインターネット、そのグーグルで空から見るとここはどこどこですよね、書いてあったりするんです。なので一つのことから三つぐらい、そのコメントにはなかったことまでこう知るようになるわけです。はい。あ、何か飲めてですか。はい。あれは飲みます。何だと思いますか。もうあれですよ、何の虫を飲めないけど、麦茶。また麦茶なって言われるかもしれないけど、まあ私はですねバリエーションが少ないですよ本当に。ちょっと待って、バリエーション本当こう何ですか、グルメって言うんですかね、飲み物とかね、そうあんまり興味はないんですよね。そうですね、水とお茶、またコーヒー、コーラ、何があるっけ、もうそれだらけやら上等と思ってますからね、安上がりですよ。でまあそれはそれとしてですよ、最近ほらまあそういう皆さんとの、こうコメントを調べることによっていろいろこうやってるうちに、いわゆるその友達が、お前はその
ないっけ、自分は情報を持ってないちゅうけども、お前は情報の宝庫やないって言われて、どこがよって、ああよって35年間映像をしてるっちゅう人間が、現在いわゆる後期高齢者、今年77になるんですけど、それで現役の YouTuber ってしてるのは誰もいないぞ。お前はそのベータと VHS の頃からやってんだろうですよ。ほんでその頃は、カメラ1台、カメラだけですよ。で家が建つって言われた頃からしてんだろうがって、そういう YouTuber っていないぞみたいな感じから、あそうけ、あじゃらえ、あんころはノンレイヤーなんて考えつきもしなかったし、車内カメラこれですねなんて考えもしなかったし、まさかあのソニーが業務用のカメラの発売を、今ほとんどしてないんですよ。それとかそのビデオカメラ、家庭ハンディカムですね、ああいうのをやめるなんて考えもしないですもんね。だからそれだけでもお前はその価値がある、映像の話をどんどんせえって言うんだけど、映像の話はですね、どっちかってあれですよ、コアなマニアっていうんですかね、いや写真、インターネットを見てもですね、動画で何か作品を作るってしてほとんどいませんからね。そういう意味ではお前は貴重だ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 よって言われてでやっとその気になったんですけどもね。ほんで俺今までは、何でもない自分だけの思い出だと思ってたパチンコ屋さんのあれ、しかもその高校に入ってすぐっていうのを言った途端、友達がいわゆるひっくり返ってですよ、何時ってだんだん言えっていううちに、そのパチンコ屋さんのアルバイトをしてた頃を通じて、その当時の変わっていくパチンコは全盛期、全盛期の一番最後の頃かも、それからの天文館で2年間ぐらいアルバイトをしたのも天文館の全盛期の最後の頃かもしれません、はい。でビデオカメラの場合は、一般人がビデオカメラを、買うようになった頃からですからね。だから結構なあれですよ、生き証人今前は三河健一さんに、それも友達から前から言われたんだけども、そのあれをコーヒーを出したって、ただそんだけなんですけども、ほんでですね、面白いですよ、インターネットで調べるっていうのはですね、いつぐらいやったっけねっていうのは大体わかるんですよ。ほんでその時の三河健一さんの芸能界における立場はもう確立されてたんだろうかと思って、あれをネットで調べたらですね、ご当地ソング、あれでしょう、長崎の長崎は京豆だったとか、それから函館の人とか薩摩の人とかいう、いわゆるご当地ソングのですね、パイ、草分けだったみたいですよ。その柳瀬っていう、おいでそれが一つでしょ。それともう一つはですね、やっぱりそのあれに出てるんですよ、ウィキペティアなんとかってあれに、いや三河健一さんのあれに。そしたら長崎、長崎じゃないな、もともとは三河健一さんは明るい、自分は明るい性格でって書いてありました。明るい性格だから
こういう暗い感じの歌は似合わない、歌いたくないって言ってたらしいんです。でもなんかその柳瀬、いやこれはもうあれですからね、ネットで見たばっかり、だから皆さんも見てください、三河健一でこうすれば出てきますから。そしてキャンペーンを打ったらしいんです。柳瀬のところも常にこうしているうちに火がついたっていうのがありますからね。本当に面白いのはこれからです。私的にはですね、あそうかって、ま、だけどあれですよ、今のあれでは私が三河健一さんにコーヒーを持って行った時の三河健一さんの状態っていうのは分かりません。でもね、あの状況を見てみるとマネージャーもいなくてですよ、一人その私がアルバイトしてた喫茶店に、なんか怒ったような顔して、いや本当不機嫌な顔でしたもん、して多分5分は待ってたと思う、10分は待ってないと思いますよね、これは想像だけど。ほんでその後ですよ、今まではこれで終わってたけど、最近ですね、あのその状況から別の絵が映る、見えるっていう。そして三河健一さんから私なんかの、私がアルバイトしてたところのスタッフなんかの動きはどういうふうに見えたんだろうかっていうのを想像した次の瞬間ですね、あのあと三河健一さんはどんなふうにして、まあ、多分エンパイアだと思うんですけどね、あの当時はその芸能人が来る、あ私がいたその喫茶店では天文館のいわゆるど真ん中でしたからね、だから歩いて5分かな、その時の三河健一さんの表情、それから歩き方、怒ってるわけですからね、ですよ、その、だと思いますよ、あの性格的になんかそういうあれじゃないですか、キャラクターじゃないと思うなあれはな。ほんでですからもうスタスタッか、要するにプン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 歩いてたと思うけど、当時はですね天文館はものすごくあの人通りが多かったんです。人通りが多いっていうか、あの結構お客さんがいたんです、お客さんの、あっちこっちにね、でその中の何人かはですよ、あら三河県知やらせんけとかさ、あらどっかで見た人だよね、あの人大慶ほらほら雨の降る夜はって、あの人じゃねえけみたいなあれがあったんじゃないかなと思ったらですね、私の中にですね脳内三河健一さんが来てですね、あんたなんで今頃そういう想像するの、もっと早くしなきゃダメじゃない、すいませんねって言ったら、お黙りって言ったんじゃないかと思ってここですよ、あの YouTube をやってて、全然自分とは違う自分、いや下地はあったと思います、前言ったみたいに、高校中高生の頃はですね仲間うちで話をする時は結構ねモノマネ、あの芸能人じゃないですよ、友達のモノマネとかね、先生のモノマネとかね、そういうとかね、なんかね先生の特にモノマネをする時なんかこう何ですかね、にらみつける時のタイミングとかですよ、そういうのしたけど、まあ後輩の思いでしょったけど、おまかせさんはばっせもしときは、面白い時はばっせもしてですよね、普通はあんま面白くないんです、あんまり喋らないから、あそうや、おそいでよで、これはもうあれ、自分の性格ってよりも、私の
先輩たちがそう言われましたからね。自然とそういう口調になるんですけど、たまに数値が入るとですね、そんなありだったから、それをね、まさかですよ、最初であれしたみたいに77になってからですよ、もう完璧な高校列車ですからね。その時の、いや、その時の自分よりもあれですよ、だってこれは近くに誰もいないですからね。あ、今時間ですか。時間はね、夜の9時14分ですよ。はい。ほんで、あ、そうだ、今日はね、見ましたかね、あのマルチカメラ、あれのね、大体完成形、完成形が完成したというのはおかしいけども、したんですよ。ですからね、これからはね、こういうこまめ、今何分っけ、ちょっと、あ、16分ぐらいか、こまめのですね、動画を今ずっとこう上げてるじゃないですか。その他に、いわゆる地方に走りますからね、そのマルチカメラでね。ただしあれかも、喋らないで走る。いや、それはね、もう前も言ったみたいにね、身内のものとのですね、約束なんですよ。ドライブ中、今でこそこう見ながら走るけど、普通だったらこういう時はもう喋れませんからね。その分をこういう、なんかな、アーカイブっていうか、オムニバスで喋ってるんですけども、まあね、そこのとこへ分かってくださいね。結論みたいなのはですよ、結論みたいなのはないけど、最近ですね、あのもっと面白いことがありました。脳内三河さんもいるんだけども、あ、それとあの脳内リスナーさんですね、これは増えました。脳内リスナーさんも増えた。それからですね、何ですかね、まあまあ、あの、いや、私のお話はあちこち飛ぶといかんし、一つの動画内で、一つのことに、ちょっとね、あれしますからね、あれしますからねって、あの、慣れるようにします。なので、今日の動画はですね、あ、インターネットで何やかんや調べるようになったのはリスナーさんのおかげですということです。はい、ということで、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。